はい皆さんこんにちはインスタコンポーダーファンの方もそしてそうでない方もインスタコンポーダーがバージョン1.02というバージョンにアップデートされました主な変更点を今日はまとめてお話ししたいと思いますその中でも一番画期的なことは今まで DAW の再生を押してもインスタコンポーダーが 同期しなくてそれをしようと思ったらインスタコンポーザーのトラックにダミーのミディデータを入れないといけないとそういうふうな少し一手間なことがいったんですけれどもバージョン1.02からは再生ができるようになりましたまあ早速細かいことを言う前に聞いていただきましょう一旦 DAW を巻き戻しします 先頭に戻しましまたじゃあこれで DAW のスタートボタンを押します <music> こうなれば今もドラムの音が入ってましたよね。 インスタコンポーダーにはドラムという機能はないですのでこういう時にドララムののトラックと一緒にに鳴らすのが便利になりましたですからこれができるようになるとわだわだ DAW にドラッグドロップしなくてもまずは簡単に雰囲気を見れますもちろん修正を加えていくのにはドラッグドロップということでやらないといけないとは思いますが。 今日初めてインスタコンポーダーを見る方その方は僕の方で動画を3つ4つ作ってありますので僕のチャンネルでインスタコンポーダーを検索して見てみてくださいインスタコンポーダーはこの GO というボタンを押すだけでアレンジを考えてくれますはいこのようにですねどん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  アレンジを展開でできるんですね。もちろん人工知能が勝手にしてるわけですけれどもでもそれだけではなく自分の好きなパラメーターをしてもっと音符を増やしたりとかベロシティをいろいろ調整したりとかそういうことももちろんできるんですけれどもまずは「5」を押すだけちょっとこれをやってみたいと思います。 このように5を押すだけでどん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 変えれるんですけれどももちろん3トラックだけを変更するというのはこのようにボタンを押してするだけでこれがベースのフレーズが変えれます。そういうことでまあ細かいところは僕の別の動画を参考にしてください。そして早速今日の 話ですけれどもまだバージョン1.0を使っていらっしゃる方には少し変わったことがわかると思うんですがこのトラックの色を変えれるようになりましたトラックのカラーはトラックの文字のところを押すとこのような形でトラックのカラーを選択できますはいこのように 変えれますし今までこのようにピアノノールを出した時にもここでショーゴーストこうしてると他のトラックが見えて見にくい部分がありましたでもここでこういう新しいメニューができましてこれで一つのトラックの音符だけを出すようにできましたそして例えばこのトラックですね3番のトラック このように今なっていますけれども、5を押したら次に変わります。変わったけど、あさっきの方が良かったのにと思った時は、ここでトラックのところを押すと、アンドゥができます。いわゆる戻るっていうのですね。これで一つ手前に戻りました。今回のバージョンでは、アンドゥとリドゥ o が つつずつできるようになりましたですからあっと思った時に戻せるというのができるようになっています。あとここにリネームというのもできましたがこれはあまり意味がないというか僕はおすすめ機能ではありません。ということで今回はまず1個目は DAW と同期で再生ができるようになったことそして トララックのカラーが変えれるようになったことそして3つ目はアンドゥとリドゥができるようになってあっと思った時に元に戻せるというそういう便利な機能がつきました同期再生も例えば5トラックの先頭に持っていきましたけれどもそうすればちゃんとこちらも今は位置のところに インスタコンポーダーはあるんですけれども再生をするとちゃんとごトラックからスタートしますはいこのように便利になりましたので WA プロダクションのサイトに行ってマイページからバージョン1.02をダウンロードしてみてください ご視聴ありがとうございました。村長でした。